皆様お待たせいたしました、西谷浄水場のですね、特別見学会の方を始めさせていただこうと思います。どうかよろしくお願いいたします。私はですね、当浄水場運営係所の大和と申します。見学会の冒頭に先立ちましてご挨拶を一言述べさせていただこうと思います。まずはですね、今も申し上げた通り本日は雨の中ですね、お仕事の悪い中、またお休みの中ですね、当浄水場にお越しいただきましてお礼申し上げます。どうもありがとうございます。横浜市の水道事業はですね、近代水道発祥の地でございまして、本年130年目を迎えます。この130年の節目をですね、記念いたしまして、横浜市水道局ではさまざまな記念イベントを行う予定でおります。今回はですね、本日は横浜水道記念館と西谷浄水場をタイプいたしまして、この特別見学会を行う予定となっております。本日夜とですね、明日の夜、記念館の横浜水道記念館桜もちょっとまだつぼみの状況なんですけれども、ライトアップもですね、ちょっと予定しております。ちょっと今日の夜は寒くてですね、あれですけれども、もしですね、平日とかですね、またご都合のよろしい時があれば、桜の方もですね、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。それからまずちょっと簡単に本日の流れをご説明申し上げますと、この場でですね、DVD 水道事業のですね、どのようなものが皆様が普段使われる水道水がどのように作られるかといった DVD をですね、で紹介させていただこうと思います。その後ですね、本来晴れでありましたら普段ですね、開放していない屋上をちょっとご覧ってご覧いただこうと思ったんですが、今日ちょっとあいにくの天気です。床面が濡れてて非常に危険ですので、ちょっと大変恐縮なんですが、隣のですね、会議室2つございまして、両方から見ますとですね、この浄水場の構内のですね、景色が見えますのが1箇所、それから あちらの窓からですね、みなとみらいのランドマーク、そちらの方がご覧いただけますので、そちらをですね、ご紹介申し上げたいと思います。でその後ですね、水道水の安全安心のための水質検査の検査室、こちらの方をご紹介させていただきまして、その後ですね、建物の外に出てまいりたいと思います。その後ですね、皆様のお家にですね、水を配る際に、最初に貯めておくところ、排水池と申しますけれども、これが大正年間に作られた排水池、築造されたものがまだ残っておりまして、現在使ってはいないんですけれども、中をですね、少しご覧いただこうと思います。でそれからその同じ排水池のですね、横に、今国の登録文化財になっているものがあるんですけれども、この場内には合計で6つの塔があるんですが、文化財がですね、そのうちの1つをですね、ちょっと中をドアを開けますので、こちらの方も普段開けてませんので、開けてですね、ちょっと、大正の匂いがかければいいかと普段ですね、空気を感じていただければと思います。でそれから最後にですね、当西谷浄水場で作っております水道水、出来たての水道水なんですけれども、水の際がございますので、そちらで少しですね、試飲していただいて、終わりといった形で、この後その後は受付のところに、お戻りいただいて、アンケートに、大変恐縮なんですが、今後の参考にさせていただければと思いますね。アンケートに、ご記入いただいて、あとお土産を用意しておりますので、お持ちいただいて、解散といったことを考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それからですね、本日報道関係の方が何社か入られております。新聞社の方が2社、あとテレビ局、ケーブルテレビの方が1社入られております。もしですね、ちょっと映るのはという方がいらっしゃれば恐れ入りますが、この場で挙手をお願いいたします。よろしいですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。そうしましたらですね、どうかよろしくお願いいたします。それから引率はですね、及川さん、はい、大丈夫ですか？
と、あとですね、本日の、この後回っていくものはですね、おりますので、ついていっていただければと思います。はい、じゃあちょっと今、当西谷浄水場の案内のパンフレットをこれから順次お配りいたしますので、DVD の上映も始めたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。短い時間ですが、どうか皆様楽しんでいってらしていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。
れてくるからね。これが自然流化方式か。まさに省エネだね。毎日どのくらいの飲み水を作っているの？西谷浄水場では毎日横浜スタジアムの 1.2 倍約35万6千立方メートルの飲み水を作っているんだよ。そりゃすごいや。次は西谷浄水場についた水がどのようにして飲めるようになるのか、浄水場の仕組みについて見ていこうね。浄水場の4つのプールを通過しなければならないんだ。まず最初に水は着水性っていうプールにたどり着くんだ。着水性の性ってどういう字？井戸の井って書いて性って読むんだ。ほら、ここがその着水性。ここまでたどり着いたのね。要するに浄水場の水の玄関ってわけだ。そういうこと。あれ、水が黒いね。湖の水の状況によっては活性炭っていう薬品を混ぜているからだよ。匂いを取っているのさ。着水性から次に送られていくプールが沈殿池と書いて沈殿池。沈殿って水の中のものが沈んでたまることよね。そう、水の中に浮かんでいる汚れ、つまりほとんどは土や砂をここで沈殿させるんだ。放っておくと沈殿するの？そうなんだけど時間がかかるんだ。そこで沈みやすくするために凝集剤という薬品を混ぜるんだよ。凝集剤？凝集剤を混ぜると水の中の小さな汚れがくっついて塊になるんだ。この池の中には斜めに置かれた板がたくさん取り付けてあってね。何のために？塊になった汚れがこの斜めの板の上に積もると滑って落ちていくんだよ。そういう仕掛けになってるのか。汚れが沈殿したら上の方の澄んだ水だけを次のプールに送るんだ。うわ、なんかもう綺麗な水だね。これはまだ飲めないよね、浜君先生。うん、このプールで沈まなかったもっと軽くて小さい塊がまだ残っているからね。そうなんだ。次はどこですか先生？次は沈殿池できれいになった水をもっときれいにするプール、ろ過池。このプールはどんな仕掛けになっているの？ろ過池っていうぐらいだから何かでろ過するんだろ、きっと。その通り。このプールの底には砂が敷いてあるんだ。砂？水が砂の層を通っていく間に小さな塊も砂の粒にくっついたりしてしまうんだよ。砂でろ過するのか。例えばこんな濁った水も。
水は飲み水になることはなるんだけれど、安心して飲むためには消毒しないと。消毒って？塩素を入れるのさ。水道水は塩素が入っているから安心なんだ。でもね、より美味しい水にするため、塩素の量を少なくできるように調節してるんだよ。これで飲み水の出来上がりか。そして、私たちの家に水が送られてくるのね。あれ？確かもう一つプールあったよね。ろ過池の次は、排水池。ほら、これが排水池だよ。なにもないじゃない。どこにプールがあるの？実は、この下にでっかいプールがあるんだよ。排水池は地下にあるのか。飲めるようになった水は、このプールに送られて、一時保存されるんだ。そして、ここでは自然流化方式の他に、ポンプも活躍しているんだよ。この排水ポンプの力で、みんなの家や学校などにきれいな水が届けられるというわけなんだ。こうした仕組みで私たちの家に水を届けてくれるというわけね。なるほど。浄水場で作られる水には国が定める水質基準というのがあってね、それに合格した水だけしか配ってはいけないことになっているんだよ。それに合格しているかどうかを浄水場の人たちが調べているのね。そう、川や湖の水が水道水になるまでには約120項目もの試験をしているんだよ。120項目も？すごい。それぐらい検査しないと安全な水とは言えないんだ。横浜市の水道局ではさらに厳しい基準を決めて水を作っているんだ。え、もっと厳しいの？うん、それはね、この浄水場では ISO9001 などの認証を受けて独自の目標値を守っているからなんだよ。そうか、それは安心だな。そうね、安心して飲めるきれいな水をみんなの家や学校などに送るという仕事を浄水場は24時間休むことなく続けているんだ。24時間休まないの？だって浄水場が休んで蛇口から水が出なくなっちゃったら困るだろ。困る。顔も洗えないし。一番大切なのは飲み水だよ。川や湖からどれくらいの量の水を持ってくればよいか、時間帯によってどれくらいの量を送り出したらよいかはもちろん、入れる薬品の濃さや量、時間までもコンピューターを使って管理しているんだ。ここにいれば浄水場のこと全部わかるんだ。こういうのを集中管理システムって言うんだよ。あ、震度5って書いてある。これは何？これは地震などの時に使うんだよ。地震の時にどうするの？緊急遮断弁という装置を働かせて排水池から給水をストップすることができるんだよ。どうして給水を止めちゃうの？地震など大きな災害が発生した時、壊れた水道管から水が漏れてしまって飲み水がなくなってしまう恐れがあるんだ。飲み水はとっても大切だから、そういう時はこの装置を働かせて排水池を水の倉庫にするんだよ。地震などの災害時の飲料水を確保することも排水池の大切な役目の一つだからね。飲み水ってどんな時でもなくてはならないもんな。
ってすごく身近なものだけれど、こんな風に作られているのね。僕たちみんなのために安心安全な水を安定して届けるってことは大変なことなんだね。分かってくれたかな。水を作り、水を配る、それには様々な仕事があり、たくさんの人が日夜働いているんだよ。以上で、ご紹介の DVD の方は終了となります。続きましてですね、先ほどご案内いたしました通り、外の景色をですね、ご覧いただこうと思いますので、どうぞ後ろの方の扉からですね、同じフロアに部屋がございますので、担当の者がご案内しますので、どうぞ続いて出ていただければと思います。この部屋にも戻りませんので、お忘れ物等ないようによろしくお願いいたします。